ソフトバンクが接戦を制し連敗を3で止めた。ただ首位のオリックスが勝ったためリーグ優勝の可能性は完全消滅した。昨季最終戦でリーグ優勝を逃し、オフには異次元の補強で3年ぶりの V 奪還に並々ならぬ覚悟で臨んだ。しかし首位に立っていた7月7日の楽天戦から悪夢の12連敗で大失速。オリックスに独走を許した。現在は2位ロッテに2ゲーム差の3位、4位楽天とは 2.5 ゲーム差で、まずはクライマックスシリーズ進出を目指す。藤本監督はもうオリックスと十何ゲームも離れているでしょう。 CS 頑張りますと CS での巻き返しを誓った。知ってるわ、こっちはもう来年の気分じゃ。知ってた。むしろまだ可能性あったんか。藤本首決定。もともと遠の昔に消滅してたでしょ。違ったっけ、12連敗の時に消えなかった。まだ日本一の可能性はある。よかよか。3年続けて逃すのは2009年以来14年ぶり。12連敗でそんなものは消えていたんだよ。80億かけて去年よりも退化してるってマジ。優勝できないなら3位も4位も最下位も大して変わらん。去年のようにギリギリの戦いすらできなかったから悔しい気持ちも皆無。ただイライラさせられただけのシーズンだった。監督の首の周りがさぞ冷えていることでしょう。今年はほんまあのヒゲの面見ただけでイラついた。90年代のダメトラの不幸状態。これでヒゲとリモコン森の首が近づいたってことやんな。あんだけ補強して優勝逃すなんてどういうことだよ。藤本解任しろよ。こんなに補強してこのざま、どう責任を取ってくれるかな。あの監督は百勝とか言ってた時期が懐かしいな。シーズンに全てを捧げるために WBC を辞退した選手がいたはずなんですけど、なんでその選手の思いに応えられなかったのか。年明けの仕事始めの時、10ゲームぐらい引き離して勝つとか100勝宣言してたが、逆に10ゲーム差以上引き離され優勝を逃した。もう12連敗した時に V 図なんて確定してたわ、アホか。金は出すけど口は出さない。孫さん、そろそろ口出した方が良いですよ。保有チームの上層部が無能だらけですよ。祝 V 図、100勝宣言&10ゲーム差とは何だったのか。そして辞任へ。補強が足りないですよ。新しい監督探す前に先発大量強奪といけ。さよなら藤本博史、また会う日まで。辞任会見、引退会見、戦力外通告の季節が近づいてまいりました。わーわー言ってるだけの奴らにボコられる球団。そんなはずないよ。80億だよ。来年100億かけたらええねん。近藤強奪したのにどうして。強奪元のハムロッテにやられる理由。80億かけようとも先発1人を抑え1人中軸1人の計3人じゃ勝てるわけないんよ。去年の実質優勝チームが補強も大成功なのになんでこんな無様なん。珍しく柳田近藤フル稼働で3位争いだから、どっちか離脱しそうな来年絶望感しかないな。もう CS と日本シリーズに向けて調整してるだけやからな。調子乗ってボコるとまた強奪されるぞハムさん。監督変わってからこんなに弱くなるなんて、やっぱ監督の影響でけんやな。オスナ近藤有原いなかったらどうなってたんだよこの球団。80億補強して再開ハムに2軍から上がってきたばっかりのやつ使うなめくされて負けるのくさ。藤本は上がりすぎた生え抜きの年俸を抑えるために球団側から送られた資格。ソフトバンクが勝てないとパリーグ盛り上がらんな。オリックスは花がないしファンがきしょい。ソフバンの顔だった松田の慣れの果て見て選手ら士気上がるんやろか。うるさいですね。お前もシルエットにしてやろうか。ポランコベルドもアンチオツ、バウアーツツゴ、加藤、ポランコ、アリエル補強するからノーダメなんだが、むしろ今年優勝しなくてよかった。阪神ファンやから最近ソフバン見てへんけど、ソフバンの監督いつも不機嫌そうな顔してて嫌いやわ。何が2位に10ゲーム差つけて優勝だよボケ。二度と絵空ごと言うなよ。結果的に檻の独走サポートする形になってるんだよな。補強は成功してるぞ。生え抜きの育成が絶望的なだけで。史上最低監督藤本博史。藤本監督嫌われてて草。3軍じゃ4軍じゃ言うて結局レベル低いことしてるから結局上がってこんのやろ。無駄打ちせんと取ったらちゃんと育てたれ。アンチオツ、選手だけじゃなく俺と阪神からもいい人材引き抜くから。藤本になって弱くなった。80億補強した結果がこの様。100勝と10ゲーム差以上つけて圧倒的優勝はどこ。指揮官含め全員解雇レベルで全部新しく作り直してくれ。たった1年で劇的に弱くなるし見たくない1年だった。何も面白くない。世間は全員言う、藤本になって劇的に弱くなった。はい終わり。あと1勝で逃した去年から強くなるどころか圧倒的な差をつけられてる。首脳陣ちゃんと考えろ。藤本さようなら。別にいいよ。
責任を取る人たちがしっかり責任取ってくれたら。近藤健介移籍先間違えたね。80億かけて大補強したのに優勝消滅。お疲れ様でした。来シーズンは新監督の下で優勝を目指しましょう。リチャードに期待してるバカおるの。全員使って全員ゴミなんだから救いようがないよな。まあオーナーも諦めてたからな。とりあえず大泉に関わるのやめろや。ポンコツ監督の下でみっちりやってたやつなんてポンコツに決まっているだろ。何があれって3連勝はできないが3連敗はするチームだから、明日からの楽天ロッテ戦全負け普通にありえること。オリがロッテ直接叩いて優勝決めてくれればもうそれでいいけど。もう下の助っ人陣は出せたら良いのに、モチベーションなんかないだろ。ヒゲって悪いところだけを集めたみたいな昭和のおっさんだな。考え方がずっと昭和で止まってて現代に取り残されてついていけてない。やることなすこと全てが古臭いんだよ。何もかも V2 決まったのか。まあ正直よく持った方だと思うわ。もし B に落ちることがあってもアニバの年は割と弱いからって割り切ってるわ。藤本が辞めても小久保だからな。打てなくてもベテラン優先は変わらんし、チームがガラッと変わる気がしない。この状態で果たして小久保が引き受けるだろうか。小久保も采配は期待できないかもしれんが、今みたいに選手がだらけてる感じにはならないとは思う。藤本ホークスは学級崩壊しとる。鷹の心臓は松田だったんだな。どれだけ神だったかわかるわ。解説の時の小久保から推測できる監督像。レギュラーは基本固定、怪我しても出続けることが理想。若手より信頼あるベテランの実績。投手運用は知らん。投手コーチの斉藤和美と斉藤学ぶ、こいつらマジでクソ。この二人が先発うまく回せなくて、中継ぎを序盤から酷使し続けたせいで早々に優勝を諦めることになった。だいたい和美が出てきてきっちり抑えたケースあったが、ほとんどさらにランナー貯めて炎上やないか。打撃コーチの長谷川もまだ全然経験不足よ。というかそもそも長谷川は一軍の打撃コーチ向きやないやろ。筑後の若手の指導させろよ。一軍の内野守備走塁コーチが松山とか舐めてんのかよ。ノックうまいだけのコーチに何ができる。5年は覚悟するかな。正直今出ているメンツはスケールも小さくてつまらなさすぎる。山川近藤が頼れるベテランとしてサポートに入るくらいのチームを期待して夢見るよ。今年のホークスを見ていて思うことはいろいろあるけど、真っ先に思ったのは口は災いのもとということわざの真実味。大型補強成功にはしゃいでシーズン前から100勝だの10ゲーム最上を離して優勝だの、いかにも最初から優勝して当然みたいなことを言ってきたのを野球の神様は見ていたと思う。もともと王の発言なのにそれをなぞっただけのフジモンが調子乗ったみたいになってんのは気の毒よね。その勘違い振りも含めて本当の元凶は監督コーチより王な気がするんだけど。2位と10ゲーム最上をつけて100勝しなくなって、80億円もの名額を投じて補強しなくなって、勝つための当たり前の采配と次世代育成をしていれば十分に優勝できるチームだったはず。外国人スカウトとベンチはそう特化してほしい。 V2 は当然としても若手が全く育ってないし、スカウト陣に原因があるのは明らかだと思う。昨年素材型のイヒネを取る余裕などなかったはず。山本由伸、宮城、山下、村上、平なんかの地元九州出身の高校生も取ってないし、九州担当どこに目をつけてるのでしょうか。お前バカか。そいつら全員メジャー志向や。ホークスはポスティング容認してないから書類調査の時点で端から取るだけや。だから言うべきことはそこじゃなくて、無能フロントどもがポスティングを容認してないことやらが。悪いがこのチームは上昇軍団ではない。暗黒期に入るかどうかの時期だと思う。千賀の穴だけでなく試合を作る先発自体も見つからなかったし、12連敗した時点で優勝もアウトだったと思う。来年は投手陣の再建と投打ともに若手の育成も必須だから、新監督と首脳陣を慎重に考えてほしいですね。単純に藤本の選手起用が悪いとしか思えないし、コーチ陣も経験不足だと思うし、フロントの見る目がないのが何より痛かった。近藤やオスナに有原とか去年より良い選手が入団して補強したが、逆に使えない外国人助っ人も多数入団。結果を出せてない助っ人使うし、ピッチャーの左右に関わった選手起用などプラス要素よりマイナス要素の方が多かったのが何よりの理由だと思うし、世代交代が進まないのは藤本が2軍監督の頃にいかに若手選手を育ててないかが分かった。大型補強した選手はみんな活躍してるし、補強自体は大当たりでしょう。それでも勝てないというのだから、首脳陣の采配が敗因なのは間違いない。今年セ優勝の阪神もここ数年戦力はがっちり固まってたのに勝てず、今年名将岡田さんが戻った途端優勝。いかに采配が重要かわかる。柳田、中村晃、今宮のパフォーマンスがそのまま順位に影響してると思う。
彼らの神がかり的な貢献がソフトバンクの強さを支えてきたから、これからも大型補強戦略でやっていくとしたら、今の読売ジャイアンツみたいなチーム高齢化の末路が待ってるだろう。少なくとも監督とヘッドコーチは外部招聘、大会長を解任するくらいの思い切った改革が必要だと思う。そして新しい監督の下で来年のレギュラー争いは、柳田と近藤以外は横一線希望。おい藤本、お前が就任時に言った言葉覚えてるか？見事にお前が監督になって弱くなったな。